はい、ではお願いいたします。今日のまず異議申し立てどのようなものであったのかお伺いできますでしょうか。お伺いします。はい、弁護士の方からご説明させていただきます。今回当選無効の決定とは選挙管理委員会が出した当選無効の決定に対して埼玉県選挙管理委員会に対して不服の申し立てをしたというものになります。でこれでですね、埼玉県選挙管理委員会が、60日以内に判断いたしまして、そこでですね、当選無効を覆すかどうかということが決まることになります。会見ではどのようなやり取りがありましたでしょうか。はい、でここはクレジンが説明しますか。今回はちょっと記者だけに言おうと思った、あとは手短で言いますけれども、ニュースでも言ってる通りで、最初の、最初と気持ちは変わらず徹底抗戦すると、あと、新たな残ってる自分たちができる限りの、証拠というか分かんないですけどね、何が証拠になるのか、コンビニ行ってたから証拠かとか、そこは曖昧なので、ちょっと一回今日もう一度、先生たちとの話をして、挑もうかなと。結果はですね、自分の名義じゃなかったと、それで、表札してなかった、新聞取ってなかった、いろいろ後からつけれる古い材料は、いっぱい僕にも不利があるので、不備ももちろんあるので、一番言いたいのは新聞取ってか取ってなかったってまず立候補の時に聞いてほしかったですね。それをいちいちホームページに上げるってことは僕の黒の材料をやっぱり知ってほしいからでしょうね。興味がないから新聞取ってないって、わざわざ興味がないって書いてほしくないっていうのがあって、なんでしょう、だからって言ってコンビニにじゃあ毎日行ってたから、じゃあ居住実態があるのか、そういうわけでもないですから、本当に寝てるところを本当に刑務所みたいにカメラつけられない限りは、これ誰でも証明できるのは難しいとは思いますね。フランステンと申しますが、私なんか取材して西本さんが居住してたということは、確認というか取材した限りは確認できてるんですけども、それを何か証明するものとして、弁護士先生でもよろしいですけども、どのようなものを出していくおつもりでしょうか。普通の人って電気代だけだと思うんです。だからといってもう何でしょう、だからコンビニに毎日行ってたからスーパー行ってたからそれで OK ではないはずなんです、難しくないですか。じゃあ毎日、コンビニ行ってたから、そこの家で寝てたかって、寝てたかがやったら見たいわけですよ。だって毎日ガソリンスタンド行ってるとか、それを見てもじゃあ住んでるってなるわけじゃないので、じゃあ新聞取ってるから居住実態が OK か、そういう問題でもないと思うので、これは本当に難しい事例だと思いますよ。分かります。どういう結果にしようですね。じゃあ他の他社さん質問がある。今フォローさせていただきますと、これも記者会見でご説明させていただいたんですけれども、市民の方が選んだ議員をですね、失職させるって、これすごく重たい手続きなんですね、そうすると戸田市 の選挙管理委員会が出した結論を見ると、住んでなかったか外然性が高いとか、可能性が高いみたいな、そういった可能性のところでですね、失職させているというところが、とても良くないのかなと思ってます。こちらとしてはそういう原則として、ここ市民の方が選んだ議員であるので、失職させるというのがあればですね、むしろ住んでなかったんだというところを積極的にこう言っていただかなければならないんですけれども、そうではなくてですね、外線性が高いとかそういったところでですね、こうかなりグレーなところでこう失職させられている、当選無効という判断が出ているというところでですね、じゃあ争っていこうというふうに思っています。で質問どうでしょう、あります。はい、じゃあどうぞ。市が発表している資料を見ていただいたんですけれども、それ以前から川口市役所で会見されたときのことがツイッターの方を見ていた印象とちょっと違うような気がするところがありまして、特にブルーの県の県官、が判断したとされているのか、あれ全部合ってますか。ここのブルーのところどこですか。メモみたいなんですよね。どうやって居住実態が、ないと判断したのかっていうのを、例えばクレジットカードの検討を受けます。だからまずクレジットカードがないんですね。クレジットカードがない、そうですよね。持てないんです、でまず ETC カードって僕持ってないんですよ。
あの紙面に関して、そうです、そちらですね、それに関して否定できるところがあれば教えていただきたいと思います。これで皆さん印象を持ってしまわれますので。まあ僕はなんでしょうね。あとレシートが9枚しかなかったっていうのは本当ですか？出してるのは9枚だけど、もう途中で操作がもう終わっちゃったんですよ。いろいろ揉めちゃって、まあ書かれてるでしょうけど、要するにまあ市役所が関係のない熊本の人に手紙を、もうあとちょっと時間がないんでちょっとですけど、熊本県の人に手紙を出してるんですね。その人に証言取ろうとしたって、熊本と戸田じゃ距離があるから、まあ年配な方に手紙出しても迷惑かけるだけだし、わからないって言われるから意味ないですよっていう、まあ迷惑かけるからやめてくれってこと言って、わかりましたって言ったけど、結局手紙出したわけですよ、熊本県まで。え、それレシートの話ですか？まあとか、なんか本当に住んでたのか、周りから調べなかったんでしょうね。熊本の人によっても戸田のことわからないって言われるじゃないですか。で結局その九州手紙出したことで、ある証人 B って言われてる、書かれてる証人 B が揉めちゃったわけですよ、家族と。そんな変なこと変わってた。でそしたらもう証言が取れないわけじゃないですか。市役所出さないって言ったのに結局出して、だから自分は証人を多く欲しいっていうから、だったらある程度のギブアンドテイクってありますよね、取り調べって、まあ、それで手紙出して余計捜査ができなくなるわけじゃないですか。証人も嫌だってなっちゃったし、だったらもう自分たちで勝手に調べてくれと、もうそっちが黒の証拠だ、そっちがもう集めてくれっていう意味で電話かけたんですね。ただ、まあいかにも僕が証拠がないから何も応じなかったっていうわけだし、そうなってますし、あと何だろう、 ATM を見せなかったとか通帳見せなかったって言ってるけど、見せてるし、そうなんです、目の前で見せてて、まあネットバンキングってありますよね、あのセブン銀行とか例えばで、見せてくれば見せてあげたんですよ。で、まあ、預金残高見られてもいいかなと、まあ、堂々と見せて、でもどこでお金を下ろしたっていうのを知りたかったわけですよ。どっからお金を振り込んだ、どっかでお金を、場所を知りたかったわけですよ、多分。で、ネットバンキングで見たところでは、戸田市何丁目から振り込んだっていうのが分からないわけですよ。専門家の本当に、警察が捜査しない限りは分かんないので、見せたときに、じゃあ何もお金、いくらあっていくら振り込んだと、それしか分からないから、別にこれを提出してもプラスマイナスならないなってなってから、じゃあ大丈夫ってなったのに、これ見せなかったって出てるんで、通帳を拒否したみたいになってますよね、協力してなかったとか、うん、ETC がどうのこうのと、はい、ETC って僕の周りが戸田でいっぱいいますけど、最終的にじゃあ戸田にいるってなった場合は ETC 結局違う人の名義だってなるわけじゃないですか、家もそうなんだから、だからこんなことしても意味がないんじゃないかって見て、僕はもう途中でもう協力はしないから、じゃあそっちが俺僕の黒の証拠となるのをもう勝手に調べてくれと、協力しないから調べていいよのだから、もうだからなんでしょうね、難しいですけど、ほら妻と子供が住んでる家の電気水道代調べたいと、1年半分で妻に言ったんですけど、そんな市役所が勝手に調べられるわけですよ、最終的には。だからもうそんなのも、もうそっちは勝手に調べてくれと、そしたらまあ勝手に調べたんですけど、なんか分かることをいちいち聞かなくても、黒って思ってるんだったら向こうに、なんだろう、勝手にしてくれっていう話ですね。手紙出さないってなったら結局出したわけじゃないですか。じゃあなんで出したんだってなっても結局はお答えできませんなみたいな、だからなんでしょうね、もうそこら辺のなんで新聞取らなかったかとかすごい散々聞かれましたけど、そこは後から言う、先に決めた方がいいんじゃないですかって思いますそんな新聞取らないといけないってこと知らなかったですもん、後からね、そんな調べるってことはそこを黒に持っていきたいんでしょうか、ね、取らない人多いですね。何かこの、あ、まだどうぞ。ちょっと弁護団にお伺いしたいです。今ちょっとここに溜まってらっしゃる記者さん の、はい、あの仲間とお話ししていたんですけれども、はい、市の、職員とそれから事務局長が異議申し立て前に、いろいろとですね、知人の方を含めて、情報を引き出していたということ自体が、住民基本台帳法に違反するのではないかと、不動産の名義人の方のお力が借りれれば、その方から県に情報公開請求することによって、いつ誰がアクセスしたか、その個人情報のですね、それを引き出せれば、ということで、戦えるんじゃないかと。
ごいというのが、お釈迦様の中であったんです。はい、それについて勉強なんだよ。要するにあれですね、僕のことの、ま、僕の周りの住民票を取ってたってことですね。市役所側が。まあ、取られてますね。異議申し立て出される前から多分調べてるのは間違いないと思います。そこもですね、弁護団としても、まあ、弁護士としてもですね、まあ、かなり得意な例だなとは思っておりまして、まあ、こう異議申し立て出る前からですね、手続きが調べたのは異議申し立てた後だということですけれども、その前からかなりこう調べてたり、まあ、かなりこうスーパークレイジックに対してこう制作してたようなところが、まあ、こう見て取れるわけですよね。でそこが本当に普通ではこうありえないことなので、はい、まあ、なかなかこうスーパークレイジー君をですね、こう失職させたがってるんじゃないかなというところもこうあるわけですよね。はい、だからそこについては、まあ、ちょっとこれこちらとしても調査してですね、はい、争うことがあれば争っていく必要があるのかなとは思っています。はい、ありがとうございます。この騒動の後、まあ、団体名は言いませんが、嫌がらせを受けていると、例えば郵便物をチェックされているとかって、そういったことが実際に終わりになるんです。最近ですか？そうですね、まあ、最近とあと最近は何もないです。あ、ないですか？何も特に変わったことはないかな。ああ、まあ一部はそうやって名乗る人はいますけど、まあでもそれはその全体の組織がみんなではなくて、それは個人で、行き過ぎた個人はいると思いますよ。うちのバカにしやがったとか、ね、僕はまあなんでしょうね、組織がでかくなればなるほど、はみ出す人っているので、うん、まあ、そういう人だとは思ってますけど、もちろん。うん、他質問、あ、どうぞ。NHK 党のですね、立花隆さんがですね、今回のことはラッキーだっていうふうに言ってまして、はい、この居住実態の問題が、まあ、逆にスーパークレイジーさんを注目させて、次の選挙でも対象できるまあ、まあ人のことはあんま興味ないんで、だって応援してくれてる人がいるから、これラッキーだって言えないじゃないですか、僕は。ただ俺、売名でこうね、何でも選挙出ればいいって思ってる人間じゃないんで、僕は。だから僕も今、いろんな配信者、まあ、今日は仕方ないですけど、まあまあ自分も安売りしたくないし、もう記者しか相手しないっていうのを決めてたんで、まあ、あんまり人の YouTube は見ないようにしてるし、なんかそれはちょっと、電話来たのかな、あ、だからそれは話しましたけど、でもまあ、そういうふうに思ってるのはあるし、僕個人としてはこれがチャンスだっていう、僕から言えないですよね。そんな投票してくれた人の気持ちを考えると、まあ、これはこれでね、解決しないといけないし、僕周りからそうやって言う人は結構いたんですね。もう次の選挙そっちにかけてくれっていうのは結構あるんで、まあそれはそれで、まあ、別なんで、まず一番大事なのはピンチとかチャンスとかよりは投票してくれた900人以上の方、その人のやっぱこう、ね、気持ちを一番大事にしなきゃいけないからですね。先を考えるどうとか結構いろんな言われるんですよ。まあその気持ちはもちろん分かりますけど、今回ね、だけど自分は自分でそういう不義理になっちゃうんですよ。だから争えるところまではいろいろ話があるわけですよ。元々は比例代表参議院出ようっていうのは元々はあって、でもやっぱ市議会からやりたいなと思って、だからそれがその問い合わせがめちゃくちゃ多くて、そういうことを考えそうになる自分がいるかもしれないですけど、でもまずはやっぱりこう投票してくれた人の気持ちを最優先と思ってるかなと。でだからまあピンチがチャンス、あ、なんか見ましたけど、なんかこの戸田市議に受かるっていうのがものすごいことらしくて、まあ、簡単、みんな簡単だろうって言われますよ。難しいと思いますよ。です、だから他のところではかなり票が取れるっていう、まあ自分は本当ちゃんとやれば自分はどこでも票は取れる自信はありますけどね、うん、まあ変な話、村に行かない限りはわかんないですけど、そんなところでいいですかね。はい、それで今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に写真